東京4社営業委員会は、東京23区と武蔵野市、三鷹市を営業区域とするタクシー会社大手4社によって構成される営業組織である。構成しているのは以下の4社で、東京4社、東京大手4社などとも呼ばれる。大和自動車交通日本交通帝都自動車、交通国際自動車上記4社は、それぞれの会社の頭文字から、大日本帝国とも、 総称、続称される。太平洋戦争末期の統制経済化に、東京地区のタクシー会社は整理統合された後、これら4社はいずれも、終戦後ほぼ同時期に設立された。本委員会は、各社が営業上の総合利益を得るために組織された、もので、共通チケットクーポン券の発行、取扱い、並びに、無線配車での協力が行われる。車両に関しては、 一般車では玉型アンドンに四車カラーと呼ばれるレモンイエローに赤帯の統一仕様となる。ただしハイグレード車ではアンドンは一般車と共通となるものの色が黒またはコンするほか車体表記に統一性がない。玉型アンドンも車掌や文字色は基本的に青だが日本交通のみ車体色の区別をアンドンの車掌や 文字色に移行したため金色の車両がいるほか、ピンク色の車両も存在する。また4社の系列にある事業者の内都内、武蔵野、三鷹以外の営業区域以外にある事業者は、4社カラーを採用している場合とそうでない場合がある。運転席、助手席扉の社名表記は A 文字となるが、本体と系列事業者では以下の差異がある。参考までに、 ハイグレード社の表記の際は、下記の通り。なお、2017年1月12日に、ヤマト自動車交通が、東京無線と無線配車用スマートフォンアプリケーション並びに、タクシーチケットを、同年4月1日から統合することを発表した、ことを受け、同年2月9日に、本委員会協定1条に定められている、相互の融和と協調に反するとして、 大和自動車を除名することを決定通告。これに対し同社では法的措置を検討。同月17日に東京地方裁判所に仮処分申し立てを行った。同年8月9日に申し立てに対する和解が成立。2020年3月末まで東京無線との間で車体職、安どの統一並びにタクシーチケット及び、 無線配車の統合を行わないことを条件として、大和以外の3社が除名の意思表示を撤回した。ありがとうございます。